細川忠康12月1日から1958年12月7日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。鳥取県出身。大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1912年5月28日、陸軍士官学校を卒業。同年12月、砲兵将尉に任官し、 野戦砲兵第3連隊付となる。陸軍砲工学校高等科を卒業し、1923年11月、陸軍大学校を卒業した。野戦砲兵第2連隊中隊長、陸軍野戦砲兵学校教官などを経て、1927年7月から1929年9月まで、フランスに駐在した。帰国後、野戦砲兵学校教官を経て、 1931年11月、陸大専攻学生となる。1932年4月、陸大教官に就任し、次いで野戦砲兵学校教官となり、1935年12月、砲兵大佐に昇進。野戦砲兵、第26連隊長を経て、1939年3月、陸軍少将に進級し、砲兵幹部付けとなる。 1940年3月、野戦中砲兵第一旅団長に発令され、第三砲兵団長を経て、第八砲兵司令官となり、1941年10月、陸軍中将となり太平洋戦争を迎えた。1943年3月、第59師団長に、親保され、中国に出征し、災難に駐屯した。 1945年3月、第43軍司令官に発令され、災難で終戦を迎え、1947年12月に復員した。ありがとうございます。